そこが後々には沖縄研究のメッカになってくるんですけど県立図書館の館長を長い間務めるんですがその後49歳で図書館長を辞めてですね東京に移ってますそして東京で亡くなってますなぜ旧家の,の生まれである伊波冬の墓が伊波家の墓ではなくて浦添城市公園の中にあるのかと。うん これはちょっと不思議なんですよね、うん、ここには彼の,あの面白い人生があるんですよ彼が那覇の,の西町の裕福な家庭に生まれたということは申し上げましたけど、まあ、それが分かるようなエピソードがあるんですよね。うん、彼は、えー、一中に進学するわけです。今の首里高校なんですね第一中学校。それで首里に下宿するんですね。 当時は那覇からは列車もなかったしバスもない時代ですのでね下宿します、うん、で日曜日になると彼の実家からですねいわゆる下男といいますか、まあ、下僕下僕っていうのかなが2人籠を担いでやってきましてこの高校生である岩冬を籠にお乗せしてですね実家までお連れするとで、えー、日曜日が終わる時にはまた籠に乗せてですねスリ<ー>、えー、の下宿まで運ぶと。 まあそれぐららいいいとやっていたらしいんです、うん、ですからかなりのいいところのお坊ちゃんだと、はい、ただ彼の父はですねあのもちろん漢学を学んでいたわけですけど覇氏、うん、族として一番いいポストに出世するというのが目前のところに琉球将がやってきたんですね彼はその出世ができなくなって失望してそれからあの酒びたりの生活に入ってしまったらしいんです。 エアフーのお母さんは非常にしっかりしていてですねそういう旦那さんをはために見ながら自分で下宿をたくさん作ったり商売をしたりです、ね、いろいろ手堅く財産を広めていったらしいんです。うん、ですからエアフーのお父さんはエアフーには感覚を学ばさせたいと思ってたんですけど、はい、もう今はそんな時代じゃないと。うん やるふうに、また、えー、一朝に行きなさい、という,ふうに命令出したのは、お母さんだったと、いうことらしいんです。さて、まあ、彼は、そういうことで、一旦、えー東、東京帝国大学に出て、沖縄に戻って。えー、図書館長を務めると、いうことなんですけど。で、その時、図書館ではですね、あの、いろんな啓蒙事業をやってるんですね。うん、沖縄各地に行って。 300回400回を超える講演会を彼はこなしていったっていうんですね、うん、沖縄本島の一番北の奥というちっちゃな部落があるんですけどそこにも行って講演会をやったと、うん、で方言を交えてとてもユーモアのあるあの講演会をやって、うん、いろんな啓蒙活動をやったらしいんです、うん、で彼はまたそれと同時にあの新しい思想に対しての理解も非常に深くて、えー、クリスチャンであったりですねエスペラント語 まあ当時はあの進歩的な学者エスプラントをやってる方が多かったんですけど、うん、その研究会をやったりとかやは沖縄の歴史についてお話をしたりとかまあこういうことをしていてこの図書館にはそういう文化的な雰囲気を好むような人がたくさん集まってきたと、うん。で女性もたくさん集まってきまして当時は女性は勉強しまあ学がないというか、う。ん 文字を読めないいいうのたたくさんいたんですね、うん、その中で非常にすんだ女性たちで、えー、数少ない女子校を卒業した人たちがイアフユーの周りに集まってですねイアフユーと非常にモダンなハイカラな話をしていたらしいんです、うん、だってあの彼は2度結婚してですね一度は学生時代に親の決めた女性と結婚して子供二2人を生まれてます で彼が土地勘干潮しているときにさっき言いましたようにあの彼の不安が増えるんですよね。うん、で取り巻きの女性も結構いて女性にモテたらしくて「えーはいや冬を巡る5人の女性」っていうような話まで出てくるぐらいでね女性にだらしないっていうことは長かったんですけどその東京から持ってきた新しい文化の代わりに女性たちが憧れて。 えー、特に、えー、学校に住んだ女性が彼の周りにいて一緒に勉強会をすると、うん、いうことをしていたらしいんです、うん、その時の図書館の師匠の中に後に彼の奥さんになる人がいたんですねうん、うん、年は二十歳ほど離れていたらしいんですでこの女性も実は結婚してるんですね、うん 結婚してるんですけど旦那さんはちょっと重度の精神障害を持ってたらしくて、うん、ちゃんんとししたた生活でできないかったらしいんですずいぶん悩んでいてイハフユの話を聞く中でイハフユにすっかり、えー、惚れてしまったというかイハフユの、まあ、尊敬者尊敬する不安になっていったらしいんですで2人が付き合うようになりましてその噂が広がっていくわけですね。うん 両方も最イアフユは有名人ですからでその時にある女性がイアフユに「あんたのよくない噂があるけどあれは嘘だよね」って聞いたらしいんです、はい、そしてイアフユはマクトヤシがと待ならしいんです、うん、<laughs> あれは本当だよと。嘘がつけなかったんでしょうね、うん、それで結局そのイアフユの相手の女性、ね、図書館に。 師死を務めてた若い方は沖縄におれなくなってやめて東京に行くんですね。でイワフユーもいろんな批判を受けてですね結局は沖縄に居づらくなって1年後にその女性を追いかける形で東京に出ていくんです。あそういう理由ではい。うん、まあ、新しい女性と言われる人たちのグループがイアフユーの周りにいたらしいんです。そのの女性のことはあの 旧世が前田冬子桶原名ではマカト「まかと」と言ってたらいているんですけどこの前田家の女性も当時は珍しくあの女子高等学校で学んできてますし兄弟の兄さんはですね沖縄ではあの有名な社会主義運動家の一人でしてあとは特攻ケースに捕まって非常に悲惨な最後を遂げた方なんですよね。うん だっイ、えー、ヤフユーはもさっきほど言いましたようにもともとはお金持ちのお坊ちゃん,なんですね、うん、だけどこの噂の中で、えー、都市館長を辞めて東京に出ていくきにあの財産をです、ね、弟にみんんな譲ってるんですよで弟はイハフセイって言うんですけどペンネームがイハゲツジョウといいまして彼も有名沖縄では、ね、ちょっと有名な。 ジャーナリストなんですね、うん、え非常に先進的な文化人で、えー、<coughs> 当時の旧体制に対するかなり批判的な記事を出して後には自分で新聞を出出したりとかやってますけどその弟に全て任せて仏壇もいわゆる沖縄で言えば仏壇も尊めもみんな弟に預けてですね裸で東京に行くわけです。うん、これは先に言った 前田冬子を追いかけたっていうのもありますしまた彼の東京で学問をして名前を上げたいという情熱もあったんじゃないかなと言われていますね、はい、彼の学問仲間には非常に有名な方が多くてですね彼はそ,れをそういう人たちに巻きたくないという気持ちもあったんだと思います、はい、例えば 彼と一緒に東大で勉強した仲間では金田知敬介、うんえー、後に国語辞典を出したりアイヌ語で有名な人ですね。はいうん、金田知敬介とお,お前は北の言葉やれと、うん、もう俺は南の言葉やるというのうお付き合いがあったらしいですね。それからあの民族学の柳田國男とか、うん、折口信夫さんとか、うん、こういう方たちとはとても非常に親しいお付き合いをしているわけです。うん、でヤフーは東京に行って。 であの学者研究活動に入るんですけど何ていうんですかなあのお坊ちゃんで育ってきたことがあるせいかお金に対してはものすごく無頓着だったらしいですね。で周りの人が見かねて仕事を紹介したりするわけですね先ほど言った金田恭介も自分がやってた学校の,の講師の仕事を彼に譲ったりしてるんですよ。うんで イヤフユーユさえやる気になればちゃんとした国立でやる帝国大学の教授のポストっていうのかなそれも可能だということで進めるんですけどイヤフユーユは乗り気じゃないんですね彼はアルバイト的な仕事であまり拘束されたくないと自分は原稿を書きたいと勉強したいということで仕事に縛られることを嫌って断っていくんですねそうすると生活は 財産も全部弟に譲っっててますから、うん、本人は無頓着であってももうそういうような生活をしている時にしている中で、えー、全くお金がないとで奥さんと言いますかあの同居していた前田冬子さんは図書館の司書という資格を持っていました、うん、当時大臣珍しいんですけどね、うん、お茶の水大学の図書館に勤めたりしながらサポートしてたんですけど、うん ヤフーのあの研究を相場でサポートしなきゃいかんということで、まあ専業主婦のような形になってヤフーの面倒を全部見ていくんですね。うそうするとお金っていうのはもうなくなるわけです。ヤ、うん、フーは気分が乗らないと学校の講習も行かないとか、うん、いうことだったんで、何かあるたびにお金がなくなってですね。うん、それで。 えー、郷土の後輩である歴史家の東嘉新潮さんというていますがそこに行ってお金借りてこいだとかあのあの国文学で有名な折口忍さんのところに行ってお金借りてこいとか、うん、まあそういったことをやってたらしいです。 大晦日の時に全くお金がなくなって、うん、いや前田奥さんはカリカリしてた時して,てですね、うん、でそこに思いがけず沖縄の新聞社から原稿料のお金が届いてそれで万歳をしたという話もありますけどね、うん、家賃が払えなくて立ち退きをして引っ越したことも何度かあったらしいんですまあそういうような貧しい伊波冬のところには有名な学者があの。 数多く訪問していたらしいんですよ、うん、まあ柳田国男とか織口忍とか服部氏のこの人は言語学で有名ですねそれ金田一京助とか、うん、後に沖縄の歴史とか言語学を勉強していく、うん、中曽根生前さんだとかそういう人たちも足しげくエアフ先生のところに通ったらしいんですでエアフユーは家庭にいるときは標準語はほとんど使わなくて内な口で通したらしいんですね、はい で戦争前の当時の日本の風潮には全くこびなくてあの国防服も着けなくて人前であっても方言でで話しししたたりしていったらしいんです、うん、もちろんあの日本の学者が来ると標準語できちんと話をするわけですけどね何と、うん、言っても緊急第一とでハワイの沖縄県人会からは何度か講演依頼を受けてハワイに行ったりカルフォルニアまで行ってるんですよ。 でその時にいや冬の貧乏生活が有名だったんで <laughs> ハワイの県人会は相当高額の,あの謝礼金を出してさらに大物研究のための助成金として当時の3000ドルぐらいかな相当の額ですねあの家の2つ3つは作れるぐらいのお金も渡しているんですねだからそれも全く間にこの研究に使ってしまうと財産を残すという発想が全くなかったらしいんです。<う>でその割に あの生活は爪に火をともしたような生活かというとそうでもなかったようでうん、うん、知っている人に言うと彼は金がないにもかかわらずコーヒーについては銀座の有名なコーヒー店から豆を買ってきたものでかつて飲んでいたと。<laughs> あこれもっと金持ち特有のののやつですねボボボボンンンンンパンも まあ当時でもパンは高価だったんでしょうけどやっぱり銀座の有名なお店に行ってパンを買ってきてそれにジャムをつけたりいろんなつけたりしてフランスパンを食べていたらしいんですよ、はい。<laughs> 極めつけは当時で言えばビフテキですねいるステーキが大好きで、うん。 やはり銀座の末広というステーキ屋さん、当時で言えば一流のレストランですね、うん、そこに行ってステーキもよく食べていたということで、うん、貧乏なのに、そういうところにはお金を使う、うん、まあ優雅な生活をしながら貧乏しているという、なんともまあアンバランスな生活をしていたらしいんですよ。先ほどのうちのクイズでも出ましたけど、詩、うん、人の貧乏で有名な山口博門、伊賀冬の宅を訪問したときに、ある、 おやつというかお菓子を出されて、えー、あんな有名な先生が何で貧乏だろうかと不思議に思っていたということらしいんですんさてイアフユはは66歳の時に那覇に残していた精細これ「マウシ」っていうんですけどが亡くなっています。でようやくその後で同居していた前田冬子を妻として入籍をしてイアフユー子に変わったわけですね。 伊波浮遊と伊波浮遊子夫妻ですか <laughs> はいそうそう,そ,うそんなことあるんですねありますだから伊波浮遊の友達で石川清通さんという那覇出身の有名な英文学者がいて極東軍事裁判で日本側の英語通訳をやった方なんですよね、はい、あれが来て伊波のうちに行くと伊波浮遊は浮遊してるとずるずるをして休んでると浮遊な浮遊なのと でターチュイあと一人は矢吹あの,イヤフユコのことを、はい、彼は歌人彼女は歌人なんですね<ー>で「忍冬」「忍ブ冬」っていうのがペンネームなんですよ。はい、で一人は浮遊して一人は寝てると忍冬音と言って笑ってたという話がありますけどね。<laughs> でも研究はちゃんと<で> <laughs> されてたんではい、はい だから長い間一緒に住んでたこの前田冬子が奥さんになったのが66の時なんですね。それから6か年後にユ富は一番最後の本「沖縄歴史物語」っていうのを書き上げるんですよ。はい、これを書き上げてその1か月後の8月13日に脳卒中で倒れてその日の午後2時過ぎには息を引き取ったと言われています。 去年が72歳で一人の子育て冬子は52歳でした、うん、その時一番最初に駆けつけたのはやっぱり東新町さん、まあ、東新町のうちにいたんで、うんはい、そして折、えー、口忍さん、うん、この二人がすぐに駆けつけたと言われています、うんうん、ここでちょっと話長くなったんでそのいや冬が研究したっていうおもの生徒おものですね、はい、これが今の時間に あの浦添市城市公園のイハのヤフィのお墓の前で奉納されています、うん、それをちょっと聞いてみましょうか、はい、山内製品さんですね,ね チャンネル変えられませんかね変えらどこまでかっきますか <laughs> <laughs> じゃあフェーザーをしましょうかで,で何かこれについて、うん、これがはい<う>王フのおもろあおりや、はい、平和節山内製品さんの歌唱です,、うん、ですチャンネル変えないでください <laughs> <laughs> はい、これねやってますよ今の時刻にあ、はい、生でね今ね生であだ、はい、さんたちでもあの何言ってるかさっぱり分からないです分からないです <laughs>、はい、いろんな思いがありますけど一番の正統派おもろらしいんです今日ヤフーのおかの前でやってるのはその首,首里王朝時代からずっと続いてるおもろの主任みたいな人ですね この十六代か十七代目ぐらいの方がやってると思います。はい。あ、あのおもろが。があの書かれたものありますけど、こうやって歌唱唱えられたものなんですよね。思いますけど、あの文字を見ながら音を聞いても。繋がらない感じがありますね。どこをやってるのかさっぱりわからないです、ね。えっと、わか,かりませんけど。 まあ、ヤフーに言わせるととてもあの素晴らしいものがこの中にあるんだと日本の万葉集とか古事記に匹敵するような宝物だと彼は話していますまた多くの方がそのおもろを巡っての研究をやっています次いきますかああもうないです、うん、はいあと残り。 5分ぐらいじゃあ続けていきましょうかな。でヤウユが亡くなってですねあの貧しい中でひっそりと葬式が行われるんですけどヤウユは戦争直後に沖縄人連盟の会長というのもやってましたんで連盟葬が盛大に行われます。また彼と関わりが深かった国学院大学これはあの折口忍さんがいましたんで。 えー、そこでは追悼講演が行われて八重柳田国夫とか大口忍とか金田一京介などの追悼講演が行われています <laughs> またそこではの沖縄伝統芸能も披露されています遺作となった沖縄歴史物語は沖縄青年同盟から出版されています、うん、またハワイでもですね縁が深かったんで追悼式が開かれましてその沖縄歴史物語はハワイでも出版をされてるんですよ ヤフユーが亡くなった時の後に妻のフユ子は非常に孤独で貧困な生活にあったらしいんです。ヤフユの教え子の中田の生前が訪ねるとこのフユ子はちっちゃな会社の,あの留守番役いわゆる宿直みたいなのをしててその宿直部屋に位牌が置かれていたという話があるんですね。うん、で遺骨はお寺に預けられたままだったと。うん、でこれを見て教え子たちはどれかしないといかんだろうということで。 富裕の業績を称えることをやろうとそしてお墓も作ろうとで遺族の援護もしようということで伊ハフユ先生検証会っていうのができて、えー、沖縄本土ハワイで募金活動が行われました沖縄では小中高の子どもたちも、えー、この募金活動に加わったと言われています伊ハフユーの生前の願いが 私はの眠る場所は那覇の町が一望されて東シナ海ラ間島が見えるところに眠りたいと,いとおっしゃっていたんで、うん、その希望を入れて浦添城主公園に作ろうと。でイハフユーが「浦添」というのが修理ができる前の沖縄の中心だったということを本で明らかにしてますんで浦添とのゆかりもあるんだということで。 あの浦添を説得してここに八0坪のお墓を作ったということなんですね。で8月13日にはさっき言いましたようにここで命、えー、日が行われて今でも続けられておるということなんですよ。ふん。で、まあ、ちょっと時間がなくなっちゃって元のクイズの回答に行きましょうか。あはい 今日はあの72年前に亡くなられた伊波富士さんのことを取り上げましたそれではうちなクイズの答え合わせに参りましょうはい伊波富士さんの命日ということでえー、と貧乏でも有名だったそうなんですけれども <laughs> 東京であのまた貧乏で有名な山野口漠さんが来た時に お菓子を出されたという、そのお菓子は何だったでしょうか。はい、あの、回答が一つ来てます。すはい、えっと、の中の銀の蛍さん、佐藤も貴重だったのではないですか。<ー>ね、二、はい、2> 2 2> 2番と来てます。さあ、答えは何でしょうか。はい、貧乏学者がですね、貧乏詩人に出したおやつというのは。 二番ですね。当たりですね。ご飯に砂糖をかけたもの。<laughs> ご飯に砂糖をかけたものを出したそうなんです。ああ<ー>、はい、それを山の口博さんは食べたんですかね。はい、あの人も貧乏ですが、何でも食べるんですよね。ああ<ー>、<laughs> あの人論片生活もねやってた方ですからね。はい,は,いはい。はい イヤフジはゴーヤーが大好きで、はい、自分の庭にですね、はい、まあ一粒ほどの庭だったらしいんですけどゴーヤーを作っていて、うん、ゴーヤーチャンプルーをよく食べてたんだそうです、うんえー、それからサーターアンダギーは大好きで、うんはい、何かあるたびにサーターアンダギーを作ってもらっていたらしいんです、うんえー、病気療養で温泉に行った時も奥さんに手紙が届いてねサーターアンダギーで夢を見たと言ってサーターアンダギーを持ってこいとおっしゃったらしいんですはい それで今日はお墓の前にもサーターアンダギーがあげられれますそれから奥さんのイ伊リン東さんあの非常に貧しい生活をしてたらしいんですけどね、はい、その後あの昔の仲間そのイハフィーを取り囲んでいた女性たちの助けがあってですねそ,こその人たち一緒に生活するようになってもともとあった文学の才能が花開いていったらしいですね歌人として。 はい、それを見ていた折口忍彼も歌人で有名ですから彼がびっくりして、ねうん、もともと才能あったと思うけどイアフユという偉大な人のそばにいたのでその才能が目立たなかったとうん、うん、でもイアフユがなくなってあれよあれよという前に、えー、毎週毎週というぐらい素晴らしい才能が伸びてきているのが目の前に見えるようだというふうに、ん、話をしていたはずで えー、歌集を出したり刺繍を出したりしてますね、うん、とてもシャンとした,した方だったらしくて、えー、かなりの高齢でお亡くなりになっているんですよでその時もあのいつも身だしなみはピシッとしてですね、えー、凛としたところがあって八十も過ぎてたんですけど道行くと周りの人が振り返るような女性だったという話が伝わってますね、うんうん いいろいろ今日は伊ハ富裕さんの命日ということでこの研究の面以外の、ね、なんか人柄をいろいいろろ教えてたただきましたは結構めちゃくちゃなんだなということがあ申し訳ありましたけどそういうことで伊ハフユは実家の墓にも入れなくて <laughs> あの貧しい奥さんのところに居場あったんですけどそれを教え子たちが集まってう上総城市公園に立派なお墓を作ったと。 で今日はその命日ですよという話ですねうんはい面白かったです今週もありがとうございました、はいはい、どうも、はい、ありがとうございました、はい、また来週お会いしましょう沖縄手帳発行人の時間この番組はサン印刷の提供でお送りしましたまたウィーチェウガナビラウーウガナビラ